どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、サンダードラゴンを救いたかった俺はということで、サンダードラゴンを救いたいデッキやっていきます。きついよリミットが、リミットバカきつい。リミット3に入ったカードたちがやっぱりその封印の、黄金石とかね、この封印の黄金石っていうこのカードがまあ強かったわけですわ。結局そのこれ OCG でもやっぱり強いカードなんで、まあ制限とかなってるんですけども、こういうカードでなんとか初動を確保していたんですよ、サンダードラゴンデッキって昔のね。なんですけども、これとあと光の援軍と雷電流がリミットに入っちゃったんで、死ぬほど初動が安定しません。普通のシャンダードラゴンを組んでしまうと。なんで、もうどうにかしたいなと思って。なんだかんだそのサンダードラゴンのためにレビオニアを向いた人も多いだろうし、サンダードラゴン好きな人も多いと思うんですよ。まあ、僕も個人的には、まあ僕はあんまりその、なんかクリエイターデッキみたいなのが好きじゃないんですけども、そんなには。なんですけども、サンダードラゴンはやっぱりその思い出があるソウルフュージョンのボックスすごいいっぱい買ったんで、ちょっと思い出があって好きだっていうのもあって、でじゃあどうやってサンダードラゴン救っていったらいいかなってなった時に、結局初動カードを確保しないと無理なんですよね、こういうデッキって。だからもう援軍とソーラーエクスチェンジに頼ろうと、で芝刈りとこの墓地肥やしギミックになんとか頼ってぶん回していこうっていうデッキを。でそうなった時に援軍3欲しいんですよね。援軍3が欲しいすごく。だから雷電流いるじゃん、これがねもうね入れられないっていう、これこいつがもうこのカードが入れられないっていう状況になりました。私はまあいろいろ組み方あると思うんで、皆さんもねどんな組み方していたのか教えていただきたいなと思うんですけども、もうサンダードラゴン救うんだったらもうこのカードたちで回していくしかないなってなったんですよ俺は。だからもうライトロードをガン積みして、でソーライクシェンジか援軍で回していくっていう、そういうデッキにしました。でもうね、ある程度上級が固まっちゃうっていう事故はしゃあないと思うんで、それはね、もうね、仕方がないって割り切るしかないかなっていう、そういう風に思ってます、もう今や。で、回し方の方が基本的に今までのライトロードとかともそんな変わんなくて、援軍でこの辺のカードを捨てて、ストライクチェンジとかで捨てて、ルミナス持ってきて、ルミナスで7シンクロしていくのと同時に、まあ、飛んなかった場合は、レベヨニアとか、ライゴーリュウとか、この辺のカードを使っていくっていう。結局ね、ライトロード、間違えた、サンダードラゴンデッキって強いカードって、レベヨニアとライゴーリュウだと思うんですよ。だから、この2体をなんとか活躍させていきたいっていう風に組んでいくと、やっぱライトロードに力借りるしかないかなっていう。だから今まではサンダードラゴンデッキにライトロードが出張していたっていうイメージだったと思うんですけども、今はなんかライトロードデッキにサンダードラゴンが出張してる感じ立場が逆転したみたいな感じ、そんなイメージでなんか使っていただければなと思うんで、早速ね、サンダードラゴンを救うデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ救っていこう、我らの力でサンダードラゴンを。あっ、ちこったうわ勘弁してよ、すぐ事故るんだよこのデッキマジで。やっぱね、もともとのねサンダードラゴンっていう上級モンスターしかいないデッキだったんじゃないですか。あれはなんていうかその援軍とかその黄金室でなんとか事故率を下げていたんですよ。でもね結局ね今ねマジでその上級しかほんまに入んないから、こう黄金室が入れられないからめちゃくちゃあぶねえ、あぶねえ、オッケー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 、助かった、救いだこれは、これは救われた。なるほど、これは一回もライトロードアサシンライデン持ってくればいいだろ、これライデン持ってきてもソーラーエクスチェンジもしよう、ソーラーエクスチェンジもするわ、ソーラーエクスチェンジの効果を発動、レビオニアをなんとかする、レビオニア出す絶対に、でこうしてで闇落ちて、闇落ちてお願い、いや闇落ちてないけど、でもこれ闇落とせる、闇落とせるんじゃないこれ、闇落とせんじゃんこれ、神ゲーじゃん、これは神ゲーじゃん、雷獣竜の効果発動、トリッピー持ってくるぜ、
よし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 。そして俺はもちろん光属性、闇属性のモンスターを合計3体除外し現れよ。根源ってレビオニアを特殊召喚、レビオニアの効果を発動するぜ。さあこれによって、これがね、でもなんか天罰が設定で止められるようになったのはちょっとあれだね、その弱いね、なんか何かの効果を挟めないっていう、あの要はサンダードラゴンが3種類ちょっと入ってないからこのデッキ、まあ、とりあえずこれとこれを破壊するんだけど、そんなのどうでもよくて、で効果発動して蘇らして、ねアドバンスして、おいウィーおいでライゴリ出す相変わらずこの動きはマジで宇宙、この動きはマジで宇宙、どんだけ手数多いこのデッキ、どんだけ手数多い、どんだけ強いライトロードが、そしてレビオニアが、サンダードラゴンは滑るだけ。さあお相手の方寝癖野郎じゃねえか。よし、オッケー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 、強い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 、大丈夫、あのね墓地肥やせればなんとかなるから、このデッキ結局マジで上級だけってマジで何も来ずに、なんか魔法しか来ないっていうのが一番やばい。ソーラーエクスチェンジとサンダードラゴン、サンダードラゴンレビオニアみたいなっていう風になりがちなんで、それが一番やばいですね。はい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 、月光オッケー、ムーンライト了承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 、ムーンライト了承で、ムーンライト黄色効果を了承、はい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 、いいですね、いい感じに強いですよ、今のところいい感じに強そう。まあ、あの攻撃路地でねモンスターを残さなければまあなんとかなるんで、月光は、はい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 、オッケーで、ムーンライト、ムーンライトフュージョンいきなり打っていく、あ三体融合か、3体融合マンで、ね、OK 対象取れないヤーツは結構強いんだよな。なんだかでも効果の対象にならないって最強だからね、体勢としては。まあ清掃も打ってないんで、まああと、あ二伏せもあんの、なんか強いな、ハンド強くないか。とりあえずちょっと一回ソーラーエクスチェンジするわ、ソーラーエクスチェンジの効果を発動、はっ、てっ、バルブ来たぜ、バルブ来たのでかいぜ、バルブが来たのはでけえ、バルブが来たのはクソでけえ、バルブ来たのでっかー、でっかバルブは、さすがにバルブはでかい。ここで一回、あ何もない何もない何にもないんすかいいんすかいいんすかいいんすか、いいんすか、ムーンライトの弱点教えて差し上げましょうか。私が冷たい炎が世界の全てを包み込む漆黒の花よ開け、漆黒の召喚現れよ、ブラックロードラゴンドカーかわいそうにな、ブラフに伏せ、お疲れ様です。さあお相手の方、武藤遊戯選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイいきますよ。あー強いですね、まあ、全然いきます、全然強い、任せろ。天の岩戸、やばいこと起きた、やばいやつ来た、お前まだいんのかよ、これこいつガチでまだいんの、お前どんだけ、あ叱ってる、なんだこれ怖え。ソライクシェンジの方が発動、ライトロードハンターライクを墓地に送ってツードロー、なるほど、ドラゴン目覚めの旋律の効果を発動。いやこれこれむこれむず、これあいつどうにかせんとモンスター効果一切使えないんだよな、モンスター効果一切使えないのやばいだろ。今何がいるかっていうと、光闇しかおらん。これ魂の雷合流じゃね、これ魂の雷合流するしかないだろ、雷合流を特殊召喚していく、そして、雷獣竜の子が発動しない、そうだった間違えた、雷獣竜の子が発動しない、魂だこれ、投げるしかねえ、くたばれクソ神社が、くったーくったーくったー、くっ
耐えろ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 、カイトロイド投げれないって結構やばいんだよこれ。カイトロイド投げれないって結構やばい。魔導士の力やばい。